どうも、丹羽大輝です、こちらはですね、小泉萌歌さんです。今回ゲストでお呼びしているお方になります。小泉さんは今年就職ということで就活をされたということですね。今、大学の4年生、はい、あ、うん、実際どうでした？やってみて。やってみて、やってよかったと思います。もうやってよかった、はい、よかったポイントってどんなところなんですか？音楽大学4年間通って、はい、こう一般就職しようってやっぱすぐに思わないじゃないですか。あ、まあ、そうっす。大学に行くか、うん、教室行くか、はい、まあ、実家帰って教室継ぐとか、いろんな選択肢がある中で、こう他の大学の方と肩を並べて、こう新卒として就活をするっていうのはこう、うん、まあ、社会を知るとかこう世間を知るっていう意味では、うん、こう普段会えない人にも会えるし、こうもっとこう自分にない考え方とかを得に行くのにはすごくいい経験だったと思っているので。なるほど。本当にやってよかったと思ってます。ああ、なんか自分の世界観が広がったみたいな感じですね。そうですね。そうなんですね。結構この音楽の世界で音楽だけやっていると、音楽の人とばっかり関わっている。まあ、就活を通していろんな業界のいろんな人に会ってみると、あ、こんな考え方もあるんだとか、はい、こんな人もいるんだという発見があると思うんですよね。はい、逆にでもなんかこれ問題って就職活動する人って結構限られていたりするじゃないですか。はい、そうなった時になんかこう苦労したところとかってありました？そうですね、相談できる人がいないっていうのは一番大きかったかなと思います。こう自分が始めたいけど、うん、こうピアノの先生とか声楽の先生もやったことないし、うん、まあ、それぞれ持論もあるので、うんうんうん、いろんな意見聞きながらそれでもどうするかっていうのは自分で決めなきゃいけないし、うんうんうん、そういう意味ではすごく判断にも迷うし、うん、こう就職自体の意見を聞きに行くのはもう頼れるのはキャリアセンターだけみたいなこう状態になるので、すごくこう情報をどう得ればいいんだろうから始まる、うん、部分ではすごくこうネックだったかなっていうふうに進みにくかったかなって思ってます。まあ、情報って面だとね、例えばインターネットとかで調べると、はい、まあ、それなりに情報って出てくると思うんですよね。ただやっぱりこう対話で、ね、なんかこれってどうしたらいいんですかとか言ってちょっと聞ける先があるっていうのはやっぱ違ってきますね。そうですね。ただそうするとそれが結構キャリアセンターに限られてきてしまうってなると、うん、まあ、そういうところでは音大の就職は、まあ、難しさがあるのかなと。はい、まあ、情報収集での難しさっていうのは。そうですね。あとは情報を活かす部分でも少しリンクだった部分があって、うんうんうん、自分の強みだったりこう学生生活どんなことをやりましたかっていうのも、うん、やっぱり音楽の目線からでしか言えないので、うん、音楽じゃないその高校時代のこととか、うん、そういう部分でも実はエピソードがあっても、うん、でも大学の中でしかやっぱりキャリアセンター見て教えてくれないので、そういった部分ではちょっとこう活かせる範囲の狭さっていうのも出てくるのかなっていうふうに思いました。なるほどなるほど。そっか、情報を今度活用するという部分でも、はい、やり方をね、そう、指導されないって意外と分かんないですからね。そうですね。人に考えてって言うと、ね、もう音楽大学出るんだから音楽のことで出そうって思ったら、うん、もう全部音楽の話になるんです。あ、そういうこと。そうするとそう思っちゃう。そうなりました。私の時は履歴書を添削何度もしていただいたんですけど、うん、やっぱりこうゼミに入ってるわけでもないので、うん、じゃあ学生生活何研究したのって言ったら、うん、やっぱりこうレッスンでこういうことを学びました、うん、得ましたとか、こう強みもレッスンでこういうことを聞こうと必死に頑張ってっていう、うん、もうそこに狭まってしまうので、うん、じゃあレッスン以外でサークルとか、はいはいはい、学外でのこととかどんなことやってきたのって聞かれると、うん、もう大学のキャリアセンターだけに頼ってしまうと、それはそれでこう目線が外に行かない気がして、だからこそこう後からエージェントを利用していって初めて、うん、あ、ここも使えるんだみたいなことが結構あったので、そこはすごく大学内だけで収めてるとちょっと後からきつかったかなっていうふうに思います。なるほど。大学内だけじゃなくて外部の機関も使っていった方がいいですよね。はい。なるほど。まあ、今回小泉さんは、まあ、うちの、ね、このストリーゲというサービスの、はい、まあ、特にサポーターとして、まあ、申し込んでいただいたんですけど、はい、そうだね、小泉さんが多分就活をメインでやってるところはまだうちのサービスって、ね、
なかったと思うんですけど、ね、はい、うん、じゃ逆にじゃあその就活してる時期にあったらどんな風に使ってみたいと思いました？そうですね、とにかくそのサービス自体には利用はしたいなと思いました。音大生向けのサービスってやっぱりなくって、うん、こう理系だったり、はい、こう文系っていうそれにこだわっちゃっているので、うん、やっぱ芸術系っていうのはなかなかない、うん、やっぱ学外の知り合いがいなかったらもうお話もできないので、うん、まあ、そうですね、だからそういう部分ではサークルも広まるだろうし、うん、違う普通の一般大学向けのエージェントとかサービスとは違う部分も得られるかもしれないので、うん、もうとにかく目の前にあるものを利用してみようっていう感じできっとたくさん利用したかなっていうふうに思います。うん、なるほどですね。そうかそうか。だからやっぱり音大生の就職ってなるとやっぱ普通の就職、まあ大学のね普通の一般的な学部の大学生が就職するとはやっぱりちょっと環境が違うところがありますと。まあ、一つはその情報が限られているっていうところと、もう一個は逆にね、その音楽をやってることで、なんかそれを音楽やってきたって話をしなきゃいけないんじゃないかとか、うん、そこに音楽をやってきたってことを自分の人生の中でね、どう意味付けしなきゃいけないかっていうところで、みんな結構悩んでるのかなっていうのは、このサービスやってて感じてたりするんですよ。うん、ちなみに、まあ、小泉さんね、今こうやって音楽やってきた中で、まあ、就職を選びました、はい、今後どうやって音楽と付き合っていこうと思ってますか？はい、まあ、一般就職して私の場合はこう1週間のサイクルの中でしっかり休日を決めて、そこでこう先生のレッスンを個人的に受けに行ったり、あとはグレードの資格受けに行ったりとか、こう自分と向き合う時間っていうのを作りたいので、だからこう1週間でどういう風な時間も決めて、それをこの日のここに当てるって自分で計画して決めて、こう勉強し続けていこうかなっていうふうに思ってます。おお、なるほど。あれ、小泉さんってピアノでしたっけ？はい、ピアノをやって。おお、じゃあそのピアノの活動でグレードっていうのはどういうものですか？ヤマハとかカワイイにこう入社して、そこで子供さんとかを高齢の方とかにもたくさん年齢幅の広い方々たちに教えられるようにこうグレードっていうのがちゃんと持ってないといけなくて、級によってもお給料も変わってくる、いろんなシステムがあるので、もうとにかく勉強して上の級を少しずつ取っていけるように、その形さえあればやっぱり教える方にも安心してもらえるし、そういう部分も自分のためにも相手のためにもあるので、それはこうまだ教えるってなる前から準備できることなので、うん、なるほど。じゃあ将来はそのピアノの指導者を目指してるんですか？そうですね、うん、タイミングを見計らってそちらもできるように経験も少しずつこう得ながらやっていこうかなって思ってます。おお、素晴らしいですね。まあ、結構こう卒業、まあ、こう聞いていただいた皆さんもこれ結構重要になると思うんですけど、モチベーションを保つって結構大変だったりするんですよ。で、まあ、今ねおっしゃっていただいたみたいに、そのね、グレードとかって、まあ、ここの級まで上がろうとかって結構モチベーション管理にはやりやすかったりします。なぜかというと音楽って上手くなったって言ってもどのくらいっていうのって結構数字出てこないんですよ。例えば 100m 走の、ね、選手とかだったら12秒か11秒になりましたって言ったら分かるんだけど、我々の音楽が、ね、上手くなったってすごく曖昧じゃないですか。なんでね、そういう一つグレードみたいなものをモチベーション管理の指標にすると、あ、ちゃんと自分成長してるなっていう実感ができて結構続きやすかったりするんじゃないかなって思ったりするんですけど、そうかそうか。でもいいですね、こうやってちゃんとピアノも続けていこうと思ってる。いや、もちろんこう、まあ、ずっとピアノを長くやってきたし、ピアノにしか活かせないものではないと思っているので、ピアノで得たものを別のところで、別で得たものをピアノでも活かせるように、もっと経験と勉強と積んでやっていきたいなと思っています。素晴らしいですね。そうそう。なんか将来の夢とかってあるんですか？将来の夢は、そうですね、こう大きな目標としては、目の前の人のこう人生に関わって、いろんなものの見方が変えられるような、こう存在になれればいいなと思っているので、
それをこうピアノを教える時に、ピアノにプラスしてこう物事だったり、こう生活の中での見方っていうものもこう変えていければ、音楽に対する捉え方も変わるだろうし、こうピアノをやるにしろ、部活動をやるにしろ、こう自分と向き合う時間っていうものも私の方からこう作っていってあげれたらいいなと思っています。素晴らしいですね。これ結構こうピアノってね、すごく面白い楽器で、みんな3歳とかすごく幼少の頃から始めるじゃないですか。そうするとね、そのピアノの指導者の人って、その生徒の人生のものすごく長い期間付き合ったりするわけなんですよ。3歳から、ね、本当18とかさ、受験するまでとかね、そういうすごく長い15年とかって関わるわけなんですよ。これって人格形成に与える影響ってものすごく大きかったりするんですよ。でそれがただね、こうピアノをやってきただけで、ピアノの世界しか知らない人と、やっぱ社会を知ってる人だと全然ね、教えられることとかも違うと思うんで、素晴らしい指導者になられるんじゃないかと。自分の、私が教わってきた師匠がもうみんなそういう方だったので、やっぱりその方々に出会えたっていうものも、ある意味運命だったかなって思うくらい、すごく大事にしたいものなので、それを自分が得たものを自分の経験もプラスして、こう次に教えていってあげれたらなって思ってます。やっと素晴らしいです。ありがとうございます。そうか、いやなんか、じゃあ10年、20年後っていうところで、きっとなんか素晴らしい指導者になれるんじゃないかなって思います。ありがとうございます。やっぱね、そこもね、やっぱ長い期間の、その教育に携われるピアノの利点ってすごくいいなと思ってて、僕なんかだとやっぱり性格じゃないですか、性格だとね、どうしてもね、もう15とかから、始めるとしてもね、結構遅いじゃないですか、タイミングとしては。そうすると関わる期間ってね、どうしても短くなりがちなんですよ。なのでそのピアノの利点っていうのを活かせるかなと思うと、ちょっと羨ましかったりするんですよ。なるほど、そうなんですね。そうなんですよね。素晴らしいですね。